アメリカ民主党議員の多くが、商務省に対し、欧州連合に習って、電子製品の充電口の統一を義務付ける法改正を要求していると、アメリカメディア19日の報道で分かりました。特にアップルのライトニング充電器は、不要な電子廃棄物を発生させる恐れがあるとして、その交換を呼びかけています。議員らは最近 ジーナ・レモンド商務長官に電子製品の充電ポートの統一を求める共同書簡を送りました EU はこれまで2024年秋までにモバイル電子機器のスマートフォンタブレットヘッドホンパソコンデジタルカメラ携帯ゲーム機ノートパソコン等のポートの規格を USB タイプ C で統一することになりましたノートパソコンは2026年他の機器は24年には 完全に移行することになりますこれまでの情報によると、アップルは来年の iPhone15Pro、15ProMax を優先的に US、USB-C に切り替える可能性があります。ベースモデルは引き続きライトニング充電器を使用し、USB-C に完全に置き換えられるのは2024年になる見通しです。また、アップルはこのほど、新しい3 5トのデュアルホール USB-C 充電器を発売しました。 ほとんどの場合、この充電器は接続された2つのセットアップ間で電力を均等に分配します。例えば、Mac のノートパソコンや iPhone と iPad のタブレット端末を同時に充電することが可能です。充電時には1台あたり最大 17.5W の電力を受けることができます。